はい、ダブルデートツイッチ生放送を始めていきます。まあ、例によってそんなに宣伝をせずにこっそりやっていくレート放送です。パーティーはまあいつものこの6体なんですけど、まあ結果的にはこの6体、世界を制した6体のポケモン、まあ内容は違いますけども。で、まあ対戦いくか。レート1844から。前の放送で、めっちゃ久々の放送だったから、めっちゃっていうことじゃないけど、まあ久々の放送だったから、パーティーキャプチャーとか使うの忘れてて、相手のパーティーがメモれてなくてやばかったけども、まあ徐々に感覚を取り戻しつつ、日本千葉県のカンさん、レート1824。トリックルーム使いそうだね、相手。だからボルトロスの電磁波とクレセリア・シャンデラのトリックルームで素早さ操作が2段構え。もしくはクレセリアにも電磁波が超える風があるか。両立で言ったら超える風、トリックルームは両立かな。相手が狙ってくるの、例えばガールドラクレセリアで猫騙しトリックルームしてくる感じとか、あるいは普通にボルトランド、ガルーラ、シャンデラ、ヒードラン出すとケタブリが怖くて動かしにくいから、まあ、耐えるは耐えるけど、熱風もシャンデラがもらい火だろうし、ランドクレセかな。選出が迷った。ニンフィアもいるからヒートランを初手で出すかどうかでちょっと迷った。レジュランドロスヒートランって選出するかどうか迷ったけど、クレセリアの方がやっぱ柔軟に対応できる気がしたので、ランドクレセの選出にしました。カンさん対戦よろしくお願いします。カンが勝負しかしでした。相手ガルーラニンフィア。チワランドロスクレセリア。どうしようかな。トリックルーム使ってこないな、これ。ランドロスがハイパーボイスで削られる可能性を気にするかどうかだけど、相手ガルーラ見せるだけ見せて、ランドロス交代もあり得るよな。どうしようかな。こう守る、ガルーダが守る、ランドロスに交代する、分からんな。トンボ返りをニンフィア、電磁波をニンフィア、ガルが引っ込めて、よし、オッケー。ランドロスかな、ボルトロスが来た。ランドロスはトンボ返りで引っ込む、ガルが引っ込みの身当たり、ヒドランを繰り出す、電磁波ニンフィアにサンダーウェーブ。で、混んでる動きをちょっと制限する。体がしびれて動けない。で、こっからはまた粉振りでいいから、熱風、ボルトロスに対して、冷凍ビーム。目覚めるパージムは多分ないでしょ、ニンフィア。
まあ、挑発来るかもしれんし、まあ、殴るのが一番いいと思った。相手は電磁波ヒートランかな。インフィアに目立ちがあるかどうかは気になるけど、ヒルンパワーグラウンド、ボロトロス何してくれかな。挑発目立ちあるかな。メガネだったらある可能性もあるけど、冷凍ビーもボルトですね。硬いから穏やかっぽいっすね。熱風持ち物はお盆のみ、ハイパーボイス目立ちはないね。あーこれメガネだな。ボルトロスはあんまり役割ないから引っ込む気がするんだけど、どうだろうか。熱風サイコキネスランガルダに交代するんじゃないかと思うんだけど、どうだろう。サイコキネスとボルトロス動いてきた。すみません。特防が下がる。ヒドロンネップ、あー当たんね。ボルトロスがダウンしてない。ネップサイコチニス10万ボルトがクレセリアに。熱風を今度は両方当てる。OK。インフィアを大きく削る。インフィアのハイパーボイス。まあ、クレセリアも落ちてもいいけど。うん。まあ、耐えなかった。で、相手はもう、ボルトロスがいないから、メザコーリは警戒しなくてよくて。ミカエル・アンドロス出す。相手もランドロス。相手残り1体はガルーラだから。どうしようかな。で、相手のランドロスの方が素早さが速い。ばかり効きそうだな。で、岩なだれで人気で倒せるかどうかが怪しい。守る自信、あ、そう来るのか。相手はバカ力をヒドラ。相手は猫だましをランドロス、ガルラにバカ力が安定するシーンかな。バカ力耐えないよな。どうしようか。熱風ガルラ、ただバカ力打ってくれれば攻撃防御下がるから居座りにくくなるはず。相手のガルダがメガ進化。守るはないと思うんだけど、猫魂打ってくるならば。
猫魂打ってね、やべ、しかもタイプシードだ。セミタックルをランドロスノートしつつ、これは辛い。ヒドラの熱風が当たる。多分ガルが落ちるんじゃないか、これで。オッケー。で、ランドロス多分こだわってるから、とか考えてたけど、ヒドラの熱風外しのリスク考えると、ニンフィアに熱風の方がいいかな。熱風じゃねえ、猫魂の方がいいかな。ニンフィア絶対こだわってると思うから、猫魂を人気に打って大変ありがとうございました。バカ力をヒードラが耐えたのが大きかったけど、意外にダメージ少なかったから、相手が性格陽気で使ってたとか、そういうことかな。意地っ張りじゃなくて、ただんガル、いじっぱりガルダのケタグリとか、ランドロ、いじっぱりランドロスのバカ力、陽気ハチマキランドロスのバカ力ダメージ考えると、ヒードラの特攻ぶっぱよりももうちょっと防御に努力値振りたいかな。まあ、サラバッグ持ってないから、努力値変更はしにくいんだけど、本当にガチで戦いたいんだったら、そんぐらいの労力いとわずにやらなきゃんねえよね。2試合目行きましょう。対戦相手を探しています。しばらくお待ちください。マッチングしにくい時間帯かな。どうだろう。勝率で言うと、136戦して86勝だから、まあ、数字だけレートは、まあ上がってるっちゃ上がってるけど、年々勝率は大したことなくて。ジャパンカップ、Wi-Fi 大会とか勝ち抜きたいっていう考えがあるんだったら、勝率にも、目を向けて、いかに負け少なく勝ちできるか考えなきゃいけないと思うんだけど、山形県のユウさん、レート1745、対戦よろしくお願いします。あー、怪力行ったよ、怪力。なんじゃこりゃ。めちゃやりづらい感で、リザードン、なんかこのリザードンだと目立ち持ってそうだな。相手のパーティーがガルーダ、リザードン、カイリキ、ライチュウ、カイリュウ、プテラ、カンガスカン、チャリザード、マーチャンプ、ライチュウ、ドラゴナイト、ドラゲナイ、エアロダクティル。物理特殊の別でいくと、カイリキ、ガルーダ、プテラはまあ物理、カイリュウはどっちかわからんけど、わからんな。で、いやまあ、世界大会でウォルフがメガリザード X 使ってたから、リザードも X の可能性がないとは言い切れないけど、まあ Y でしょ。で、ライチュウだから、まあ飛来心で電気技を防いでくる感じ。カイリキがめちゃ厄介やな、こいつ。直帰でもオーブンでも倒すの時間かかる。裏にヒドラン、もらい火ヒドランを出して、この技を受けできるように。ユウさん、対戦よろしくお願いします。こっちの戦術はレイジュランド、スクレスリア。相手の戦術はリザードンプテラ。何してくんだこれ。で、ライチュウが出てくるのかどうかだよな、わかんねえんだよな。メガ枠はまあプテラじゃなくてリザードンと思うけど、でプテラワイドガードとか、ライチュー来るかな。どうなんだろう。電気弱点だから、ライチュー来そうだよな。ただこのターンで出てくるかどうか。一つはワイドガード熱風とかしてきそうなんだけど、どうだろうか。裏にライチューがいるとしてもこのターン出てこないんじゃないかと思うんだけど、相手はプテラでワイドガード使ってヒードランじゃなかったリザードンに熱風してくる。読みヒードラン交代、クレセリア電池をリザードンに入れたい。目立ち持ってる可能性もあるから。で、行く。よし、相手は交代してないっぽい。
素晴らしさ順的に。それから振ってなんか挑発打ってくるかもしれんが、挑発打たれたらまあやばい。ワイドガラだと思ったんだけど、どうだろう。リザードがメガ進化してメガリザードを奪い、テラワイドガラ大きいやね。レンジャー決まる。ネップ、オッケー。めっちゃ入るな。やべ。ダメージやべ。ネップ打つか、身代わり、目立ち警戒して身代わり張るかなんだけど、熱風持ちたいけど熱風打ったら目立ちを食らい返しで食らいそうだし、身代わり張ったらライチュウでできてアンコール食らいそうな気がするんだけど、身代わり眠る。どっちもちライチュウ出てくるかな。あ、ワイドガラしてきた。で、リザードが居座るってことはこれ目覚めるパワー地面持ってそうですね。やべえな。ただ挑発は持ってなさそうかな、プテラ。あ、緊張感忘れてた。眠っちゃダメじゃん、スネ眠り。やべえ。プテラの特性忘れてた。なんか、熱風連打するしかねえ。忘れてた。緊張感で、ね、過去の見つかえねえじゃん。完全に忘れてた。よし、プテラ吹っ込んで、ライチュウ来い来い。ライチュウが来る。あー、ここでね、あー、まあいいや。ライチュウは直近ではなさそう。熱風が決まる。オッケー、ライチュウを突破。リザードの火炎放射がクレセリアに、まあ耐えない、しゃあない。で、面倒なライチュウが消えてくれたから満を持してガルーラ登場でいいんじゃないか。プテラ、で、リザードンがもし交代するとしたら何が出てくるか。で、ワイドガード、ワイドガード優先で行く。猫だまし。ワイドガード、あと40秒。ワイドガード、あーもう、検索対戦中にする。ワイドガードの優先度はいくつだっけ？プラス3だから絶対決められるじゃん。だったら猫魂を、いや猫魂でいいのか本当に。セミタック、いやー。猫魂。いや、守るか。ただ、相手、守る場合、大変ありがとうございました。ワイドが、もうどっちにしろさ、ワイドから防ぐだけだから、相手に対してなんか殴れるわけじゃないから、まあ相手は積んだと考えて、降参したようです。で、ここまで2試合、どうしようかな、もう1試合やろうかな。もう1試合だけやりますか。1871。1900行きたいよね。オーラス入ってから1900確か1回しか行ってないから、もう1回レート1900行きたい。対戦相手を探して今しばらくお待ちください。世間的には中高生とかは、
夏休みだから日本人と誰休みかな、北海道のルビーさん、雨、相手のパーティーがジェンガー、ラグラージ、ヤナトノ、ボッシュロトム、トリティス、ナットレイ、マーメ、電気技の通りはラグラージ以外には有効、ボルトロスの草結びうまくいけばハマるんじゃないかな。もうロバレルを出したいけど、トリキッスがいるしって感じで。で、ゲンガがいるからクレセリアも仕事できるんか、ちょこっと怪しいところがある。ヤロトのスカーフかどうかも気になるなぁ。ただ、クレセリアさんとどうしろともへのクッションがないし、きついかな。ガルーラ出すと警戒されるから、あえてランドロス、ボルトロス出して草結び決めたいっていうのがあるんだけど、どうでしょうか。で、クルセリア。モーシロートがめっちゃ重くなれてるヒートラン出したいんだよな。クルセリアはな、ジェンガーとか、ナットレに対して怪しいし、チェンスミスかもしれんけど、これできます。クルセリア出さん方がいい気がした。ルビーさん、今デフォルト名だろうけど、対戦よろしくお願いします。ルビーが勝負を仕掛けてきた。ゲンガーとデジス、なんじゃこのセンスは。こっちはボルトランドのセンス。まあこのエビトまで考えると10万ボルトかな。ゲンガおにび凍える風、ゲンガ守るあるかどうか、技術がラムなのかオボンなのか、まあ、電磁波だと思うんだけど、一応も、ゲンガー守る。メガワーク相手ゲンガーの可能性がある。10万ボルト取り消す。あー、交代すんのか。間違えたか、これ。ボトムだった。ゲンガーに対して電磁波も考えたけど、じゃあ相手ジェンガ遅くね、ジェンジャー打てばよかった。よっしゃ、守るジェンジャーをジェンガ、相手のジェンガ守ってない、ゲンジャーがゲン、ああ、もう何やか。次にネプジュ守るとゲンガー誇りや。ゲンガーは体を締めて動けない。ロトムのハイドロポンプをヒートラン方向。あいつもロトム出してこないのかな。ネプ、10万ボルト。メガネじゃなきゃ耐えるはず、普通のロトムだったら多分。オッケー。熱風を当てる、オッケー。めっちゃいい火力だ。急所だったか。さすがに急所か。ヤロトムいないのかな。で、ロトム守るあるかどうかは、なさそうな気がするんだよね。トリキッス。
このエビトマル10万かな。スカーフか、やべえ、電磁波打たなかんかった、よかった。スカーフとデキシスか、ひるまなくてよかった。スカーフとデキシスとかめっちゃ久々に見た気がする。お盆からむだと思ったんだけど。ラストはナットで熱風決めればいいから、うーん、どうしようかな。熱風、電磁波とデキシス。ほんで、ヤスラを上から打たれる展開を防ぐ。ヤスラが、ヒドラ方向。まあ、そうだよね。やべ、これ死ぬかもな、これの攻撃で。やべ。ヤドリギ。そっちか。なったら次守るしできそうだな。で、トレキスが安らしみたいな。なので、ヒードラ守ってランドロス出しましょう。こっち守って、ボルトロスをランドロスに交代。まあ、これは詰めの作業ですね。勝ち、まあ、ほぼ勝ち状況から勝ちに持っていくための作業。なったら守るでしょう。うん、まあ予想通り。で、次、ワナドレ熱風打てば、まあ勝ちじゃないかな。上からワナドレ熱風打って勝ち。大変ありがとうございました。なんとか放送で3連勝。ここまで3試合ご視聴ありがとうございました。あとで YouTube 何も上げて、ようと思うんで、コメント、高評価、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。ここまでご視聴ありがとうございました。サンキューウォッチングマイツイッチライブストリーム。サンキュー。